もうね、子供みたい、孫みたいな感じで、もうシャンシャンほどね、本当に可愛らしい子はありません。だから本当にね、中国の方にね、感謝します。ですから向こうでも、シャンシャンが健康で、幸せで、ハッピーな毎日を送ってくれたら、本当に私たちもハッピーです。一番は元気でいてほしいです。ずっと健康で元気 でみんなから愛されるパンダでいてほしいです。でさらに、いいお友達やいいパートナーに出会って、でまたシンシン、シャンシャンのお母さんのシンシンのようないいお母さんになってほしいなと思います。